皆さんこんにちは。案件なら俺に任せろ。世界中の案件を俺に持ってこい。でおなじみのおじおじです。さて、今回なんですけど。案件です。まさかね、このおじおじの穴にまたもや案件をいただけると。信じられますか？まずチャンネル名がおじおじの穴だよ。大丈夫でしょうか？ミニ PC ですね。ミニ PC ちょっと開けてみようか。よいしょー。おはすげえ。出ました。ミニズフォーラムですね。もうミニズフォーラムといえばもう、めちゃめちゃいろんなチャンネルで案件やってるよね。毎週ミニズフォーラムの案件動画やってんじゃねえかっていうぐらい。もう至るところでやってますけども。あ、知らない方のために言うと、このミニズフォーラムさんっていうのは、香港のちっちゃい PC を作ってます。でも見てもわかるよね。エアダスターぐらいの背丈しかないですよ。こんなちっちゃい PC ある？で、今回、惹かれてしまったんですよ。今回、この PC に。わーお。おい、おじおじ。お前、このミニ PC のどこに何をそんな、惹かれることがあったんだよっていうところなんですけど、タイトルでもあると思うけど、こいつね、この小ささで、ゲーミング PC なんですよね。ゲーミング PC。AMD Ryzen 9 6900HX 搭載。で、このそば、見て。Radeon RX 6000M のグラフィックス化、搭載されてます。M なんで、モバイル向けなんですけど、いやでもね、この 6000M、かなり強いらしくて、めちゃめちゃ興味が湧いております。なので今回は、ぜひやりたいと。メイン PC1 台で全部やりくりしてるんですよね。なんと、ゲーム編集、配信、で、この撮影もね、パソコン経由で撮影してるんですよ、俺。OBS っていう画面にね、iPhone 繋いで、これも全部パソコンでやってんだよ。もうもしメイン PC に不調が出たら、もう一貫の終わりなんですよ。何もできないんですよ。だけど、サブ PC を置くスペースもないんですよ。いうところがあって、このね、ゲームもできるミニ PC、めちゃめちゃ強いミニ PC に興味が湧いてきたところなんですよね。今回ちょっともう、案件受けさせていただきました。ありがとうございます。今後ともぜひご贔屓にお願いいたします。というわけで、早速中身見ていきましょう。それでは早速開封開始。まずは先に値段から言っておきましょう。いろいろと種類がありまして、ベアボーンキット、要するにメモリも SSD もないやつですね。で、OS ライセンスもないというやつが116,980円。16GB RAM で 512GB SSD が136,980円。32GB RAM プラス 512GB SSD が151,840円。32GB RAM プラス 1TB SSD が159,840円。そして 64GB RAM プラス 1TB SSD が169,840円となっております。というわけで中身なんですけど、ちゃんと日本語でね書いてますね。すごいね。日本語ちょっとおかしいけど、英語キーボードの配置になってるから気をつけろよっていうことです。で、これは We do not recommend customers to remove the CPU cooler themselves、ね、リキッドメタル使われてるから CPU クーラー外すんじゃねえよっていうことですね。そうなんだ、リキッドメタル使われてんだ。日本語でメンテナンスガイドとかもありますね。すごいね。いや、いいぜ。ファイト。おお、いいじゃん。見てこの小ささ。うわ、すげえ小さい。いや、こんな小さいの。小さい小さいとは聞くけどさ、こんな小さいの。やべえ、めちゃくちゃ小さい。なんだろう、何と比べたらわかる。キムワイプと比べてこんなもん。キムワイプ2箱分ぐらいしかないです、高さ。やべえな。奥行きと幅はキムワイプ 1.5 箱分で、高さは2箱分ですね。ここ全面か。見た目はちょっと好みに分かれそうだよね。正直高級感はないね。熱を逃がすためにここメッシュみたいになってるね。メッシュ最近のパソコンって感じはしないね。見た目はね、全然お世辞にもかっこいいとは言い難いけど、個人的には嫌いじゃないな。このぐらい派手でもスタイリッシュでもなくて武骨な方が個人的には好みですね。前面パネルは電源ボタン、 USB-C、 マイク、イヤホン、 USB 3.1 か 3.2 か 3.0 かがありますね。背面、こっちが電源か、 19V の AC アダプターですね。電源で HDMI が2個、 USB-C が2個。すごいね。確かこの USB-C ってあれでしょ、映像出力できる USB-C だよね。 USB 3.0 か 3.1 か 3.2 が3個で LAN。 確かこいつね、4画面同時出力できるって言ってたよ。ディスプレイポートないわ。あ、そう。じゃああれかい、 120Hz とか 120fps とか出すんだったら USB-C で繋いでくれ系か。かー、それはまずいよ。かー、かー。もしかしたらちゃんとしたスペック出すんだったら USB-C でモニターと接続しないといけないっていうパターンかもしれないな。
ちょっと困るね。お、擬滴ついてます。なぜか擬滴があって安心した。そして、こちらが噂の AC アダプター。でかいね。本体よりでかくね。すごいごつー。こいつがまあ問題だよな。いくらミニ PC といえ、この AC アダプターはでかくなっちゃうからな。まあ仕方ない。そして、電源ケーブル。お、スタンド付きですね。あとは HDMI ケーブル。以上。かなりシンプルですね。ちょっと組み立てようか。楽しいね、やっぱり。パソコンは楽しいぜ。それではどんな PC か見ていきます。ちょっとサイト見てみましょう。ミニツフォーラムさんの公式なんですけど。ネプチューンシリーズ HX99G。AMD Ryzen。Ryzen 9 6900HX。8コア16スレッド。AMD Radeon RX6600M 搭載ですね。M.2 は PCI4.0 の SSD。DDR5 の4800MHz が2個のデュアルチャンネル。4K4 画面対応。Wi-Fi Bluetooth。Ubuntu と Linux システムに対応。優れた放熱構造ということです。基本クロック速度 3.3GB。ターボブースト時 4.9GB なんだって。最大周波数 2400MHz。ケースの素材は炭素繊維複合材料だって。軽くて硬くて高耐衝撃性なんだって。熱伝導性にも優れてるんですって。へぇ、そうなんだ。ただのプラスチックかと思ったね。で、増設も可能らしいです。スロットがあるんで、まあ CPU や GPU は何もいじれませんけど、SSD やメモリなんかは換装可能ということですね。ディスプレイポート一つぐらい欲しかったなぁ。むしろ USB Type-C が1個でいいわ。ここで初めて公式サイトを見て、メモリや SSD の容量に種類があることに気づいたお嬢じ。うちに届いたものにはメモリや SSD は載ってるのかと心配になります。こんなにシリーズあるとは思ってなかったな。詳しく聞いてね。ちょっと待ってこれ。おい、こいつもしかして、メモリと SSD 入ってないとかあるか？マジか。てっきりそのまま使えると思ってた。確認してなかった。このシリコンパッド外すって。まず。ネジ4つですね。やべえ、いきなり分解することになるとは。すごい、ちゃんと分解方法も書いてるから面白い。カバー外せるんだって、これでも。4本で止まってるだけなんだ。え？外せねえぞ。あ、外せる。爪だ。はい、クッパン。入ってるか。びっくりした、入ってる。よかった。え？ SSD は？ほ。お、よかった。よかったです。あ、よかった。メモリと SSD 入ってますね。よかった。てか、マザーボードちっちゃくね？すげえな。後で分解してみましょう。1スロットあるね、ここにね、またね。M.2 のね。メモリ2枚刺さってるわ。やった。ありがてえ。面白いね。こんなコンパクトなんだね。で、この裏側に CPU と GPU があって、ファンが入ってんだね。この辺のアクセスはめちゃめちゃ楽っすね。素晴らしい。よかった。焦っていきなり分解しちゃった。まさかな。ベアボーンじゃなくてよかった。こんな最新のものに合うメモリとかストレージとか持ってないからさ。また Amazon で注文しないといけないかなと思っちゃった。焦ったわ。はい。分解も簡単でいいっすね。普通の自作 PC に比べても、ストレージやメモリにはかなりアクセス簡単っすね。めっちゃ簡単。ノートパソコンよりも簡単。手間が少ない。分解が楽に越したことはないんでね。はい。OK。安心したところで実際に動かしてみます。Street Jacker 6。めちゃくちゃ小さい。Xbox シリーズ S よりも小さい。すごいね。まあ、電源が内蔵されてないからだな。電源合わせたらもう Xbox シリーズ S と同じぐらいか。あ、やっぱこのぐらいの大きさになっちゃうんだね。電源を別にしたから Xbox よりも小さいけどね。スタンドつけようか。こうですな。はい、裏面にこうやってつけて、で、こいつを刺して、またここもネジ止めか。OK、できた。しゃ、できた。なんだこの特殊な感じは。すごい、衝撃に強い。すごいね。いや、でもいいっすね。早速、電源入れてみますか。立ち上がるのかどうかね。確か OS はね、Windows 11の Pro が入ってるって言ってたかな。11触ったことないけど。あとこれ特殊なね、AC アダプターだね。な？どうなってんだこれ。向きが分かりづらいな。入った。じゃあ電源入れて、早速立ち上げてみましょう。キャブ分裂しまーす。とりあえず HDMI 出力で。いきます。電源、オン。光った。キャブもオンにしてみまーす。あ、でも音静かだな。意外と。うん。ミニズフォーラムって出てる。すげえ。Just a moment. おー、かっけえ。Windows 11ってこんな画面なんだ。あ、すごいすごい。で、なんか今、エイジ配列になってるって人やな。とりあえず、Windows に入ってくれってことだね。
OK、これでいいのかな ?Minis Forum。できたー。11かっこいいね。なるほど。ここで変更しないといけないんだね。ノートパソコン用のあれになってるから、もともと英字のキーボードが繋がってるっていう風に認識されてるってことかな。だからあえて日本語キーボードに変更しないといけないのかな。再起動しようか。おい、再起動の仕方わかんねえぞ。あ、これか。へえ、11も初めてだし、このパソコンも初めてだからわけわかんねえな。ええー、俺のは 500GB モデルみたいですね。そんなんあったっけ ?1TB を期待したな。メモリはどうやって見んのこれ。わかんねえ。メモリはあった。RAM が 16GB で、Ryzen9 6900HX です。SSD は 500GB が搭載されてますね。じゃあちょっといろいろと触ってみたいと思います。いろいろとなんかテストしてみましょう。じゃあ APEX やってみます。全然やったことないんだけどね。とりあえずやろうか。ベンチマーク取るときしかやらないわ。ありがとう。ありがとう。はい。というわけで、こんな感じですね。アベレージで143ぐらい出てるんで、画面の設定はフル HD で、フルスクリーンで、細かいところはこんな感じ。だいたい高い設定にしてますね。次、モンハンやってみます。FPS どんぐらい出るか見るために垂直動機オフにしてるんで、なんかティアリング的なのが出そうな感じするけど。ちょっと狩り行きます。ハトいるな。超大する。うわ。OK。終わり。アベレージ 136fps。普通に遊べるね。FF15 のベンチで、高品質フルスクリーンでやります。快適だそうです。私ね、ベンチやります。マルチコア行きます。CPU 温度低いな。こんな感じですね。温度は69度。やっぱ冷やしも問題ないんだね。以上です。ちょっと忘れてたんですけど、Gen4 の SSD の実力を見てみようかなと思います。クリスタルディスクマークで測ってみましょい。お、はい、出ました。こんな感じになってます。いいですね。いいですねって何?いや、いいですね。テンションが低すぎるテストが終わったんで、分解開始。いつまで同じミスを繰り返すんだ?おい、おじおじ。と怒られてしまいそうですが、またもやマイクをオンにするのを忘れていました。すいません。なのでナレーションで対応します。冒頭と同じように蓋をパッカーンと開けて SSD を取り外し、ヒートシンクも外してみました。するとそこにはキングストンの文字が。 PCIe Gen4 と書いてあるのが分かりますが、型番で調べてみても何もヒットしませんでした。今回私がいただいた PC はプロモーション用だと思うんで、もしかすると同じものは使われてないかもしれません。次にメモリを見てみようとヒートシンクを剥がしたんですが、ヒートシンク側の両面テープが強力すぎて、メモリの型番が記載されたシールが一緒に剥がれてしまったんですよね。これがなかなか剥がせず苦労しました。やっとこさ剥がすとこちらもなんとキングストンです。意外としっかり有名どころのパーツを使ってるんですね。もっとわけわかんない、名前も聞いたことないような安いものを使ってるかと思ったんで、やっぱ有名どころ使ってると安心感がありますよね。いいですね。とりあえず本体をケースから出したいんで、ネジを片っ端から外しまくってみましたが、さすが分解を推奨しないだけあって、全然箱から抜けません。ネジはもう止まってないはずなのに何かが邪魔をしてるんですよね。正直分解を諦めてしまいそうになりました。ここでマイクをオフにしていたことに気づきます。やべ、全然声入ってなかった。すんません。全然取れねえんだけど。取れるようにできてないんじゃない。無理よ。はい、出ましたね。これがスイッチ類ですね。ここにボタンありますね。ここからさせるボタン、なんだろう、リセットボタンかな。こいつが本体っすね。うーわ、すごいよ。このクソデカヒートシンクやばいね。基板全体をヒートシンクが覆ってる。そりゃ冷えるわ。しかもファンも静かなんだよ。ボーンって回んないんだよね。スーぐらいなんですよ、本当に。両方ノートパソコン用の CPU とグラボなんで、デスクトップ用に比べると全然、そりゃ静かだろうとは思うんですけど、ゲーミングノートとかさ、高性能のノートパソコンってマジでうるさいじゃないですか。ボーンって回るじゃないですか。あんな重いゲームをしても、本当にスーって。何もしてない普通の作業の時はマジで回ってないぐらい、スーッみたいな。ゲームするとスーッみたいな。だけどブーンじゃないんですよね。
相当効率よく熱逃がしてるんだろうなって感じするね。しかもこれここからもうバラさないですけど、液体金属なんですよね。リキッドメタル、プレステ5と一緒。熱に関しては相当気を使ってる感じするね。だからこんな静かだったんだよ。いいなぁ。で、こっちも、こっちで、ここに SSD させるんですよね。今 500GB しかないけど、ここに 2TB ぐらい積めば、本格的なゲーミング PC として運用できるんじゃないですか。はい。というわけで、そっとじ。いつもの通りね、そっとじしていきます。心配しないでください。そっとじしていきます。はい。なんだこれ。戻せねえ。これめちゃめちゃ分解大変だよ。分解しちゃいけません。OK。痛え。痛え。血まめになった。なんてこった。痛え。よし。よし。OK。できた。いいぜ。かわいこちゃん。はい、というわけで、ホームページ見ると、16GB、512GB SSD バージョンが、136,980円だって。この小ささ。バカでけえアダプターついてるけどね。かつ、この静かさ。って考えたら、どうですか？よくわかんない。俺のメイン機は今、Ryzen 7 3700X と GTX1660Ti なんですよ。そう考えたら、こいつのメモリを 32GB にして SSD2TB ぐらいのやつ積めば、普通にメイン PC と交換できるな。って考えたら、安いのかやっぱ。そう考えたら安そうだな。メイン機はありつつも、サブで 2A の欲しいな。でもそんなものを置く場所ねえとか。特殊な感じのニーズに合うんじゃないかなって感じするけど、何せ自作 PC と違ってパーツの交換ができないんですよ。 CPU も変えられないし GPU も変えられないでしょ。一番嫌なのが HDMI 2個で USB-C 2個なんですよ。なんかね、こいつの前の方 HX90 ってやつはディスプレイポートだったらしいですよ。ここなんで USB-C にしたんだよって思うよね。そこは嫌だな。そんなもんだな。というわけで今回もこんなチャンネルに案件をもらったので一生です。そしてなんやかんや理由をつけて分解したので一生です。敗北が知りたい、敗北が知りたい。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。とりあえず SSD 注文しよう。なんか昔ながらの PC って感じ。こういうの昔からあるよね。 Acer のちっせえ PC 昔なかった？こんな感じの。もう少しでかいか。懐かしいな。でも今やそれより小さくなってこんな強いんか。いいぜ。うん。